皆さんこんにちは。今回のトピックは Unity 6 の VFX グラフ新機能です。今回は間もなくリリース予定の Unity 6 における VFX グラフの新機能について紹介します。まず最初は分かりやすく強力な新機能から触れていきましょう。最初に紹介するのは Web ブラウザ対応です。Unity 6 では Web プレイヤーにおいて VFX グラフが使えるようになりました。これは Unity 6 において追加された WebGPU サポートと関係しています。 WebGPU に対応したことでコンピュートシェーダーなどの高度なグラフィックス機能がブラウザ上でも使えるようになりました。その一環として VFX グラフも使えるようになったというわけです。これは個人的にもすごく驚いたんですが、本当にウェブブラウザ上でデスクトップアプリと遜色ないグラフィックスを実現できます。派手なエフェクトや複雑なビジュアライゼーションなど様々な可能性がここから広がりそうです。またモバイルブラウザに対応しているのも面白い点です。もちろんいくつかの動作条件を満たす必要はあります。それでも複雑な VFX がそのままモバイルブラウザで動いてしまうというのは衝撃的です。Unity の WebGPU サポートについてはまた別の機会に詳しく触れたいと思います。参考資料を概要欄に載せておきますので、気になる方は先にそちらをチェックしてみてください。次の大きな新機能としてはカスタム HLSL コードへの対応があります。カスタム HLSL コードとは VFX グラフ内にシェーダーコードの組み込みを可能にする機能です。ノードグラフでは記述の難しい複雑な処理などをシェーダーコードを使ってコンパクトに実装することができます。個人的にはこのカスタム HLSL コードには2つの使い道があると思います。1つ目は複雑な数式の記述を簡略化するというものです。例えばこんな計算を VFX グラフ内で行うとしましょう。いわゆるバタフライ曲線ですね。これをノードグラフで実装するとこのようになります。そこまで複雑ではないですが、どうしても間延びしたものになってしまいますね。これをシェーダーコードで実装するとこのようになります。どちらの方が分かりやすいかは人それぞれかもしれません。でもこちらのコードの方がコンパクトでいいという人はそれなりにいると思います。そういう場合にはこちらのカスタムコードを使うという選択ができるようになったわけです。二つ目の使い道は、そもそも VFX グラフでは不可能だった機能をカスタム実装するというものです。VFX グラフで不可能だった処理の代表的なものとして、グラフィックスバッファーへの書き込みがあります。読み込みはできたんですけど、書き込みの機能はなかったんですよね。このサンプルでは、カスタムコードの中でグラフィックスバッファーを更新することで、近接パーティクルの検索を可能にしています。通常の VFX グラフでは他のパーティクルを参照する機能がないので、こういうエフェクトを作るのはなかなか難しかったんですよね。このようにカスタム HLSL コードは VFX グラフの表現力をさらに向上させる新機能になっていると思います。次の大きな新機能はプロファイリングツールの拡充です。これは VFX の処理負荷やメモリ使用量、稼働中のパーティクル数などをリアルタイムに監視する機能です。VFX の最適化を行うにあたって重要な機能になります。個人的には稼働中のパーティクル数を簡単に調べられるようになったのが嬉しいですね。これで各パーティクルシステムのキャパシティを適切に調整できるようになりました。Unity 6 の VFX グラフではこの他にもエディターの細かな UI UX の改善が行われています。今までと操作方法が若干変わっている部分もあるので、それらの点を中心に紹介しておきたいと思います。まず大きく変わったのはカスタムアトリビュートの扱いです。今まではゲットカスタムオペレーターとセットカスタムブロックが提供されていました。ただ、アトリビュート名を手動で管理する必要があるなど、若干の使いにくさがあったと思います。Unity 6 ではプロパティを管理するブラックボードの中でアトリビュートも管理できるようになりました。例えばこのパーティクルシステムに UV という名前のカスタムアトリビュートを追加しましょう。各パーティクルの UV アトリビュートをセットするには、これをブラックボードからコンテキストにドラッグ&ドロップします。
そして各パーティクルの UV アトリビュートをゲットするには、これをブラックボードから空白部分にドラッグ&ドロップします。だいぶ簡単な操作でできるようになりましたね。もう一点大きく変わっているのはノードサーチ機能の改善です。VFX グラフにはたくさんのノードタイプが存在していて、それらすべてをサーチ結果として表示するのはちょっと無理がありました。新しいノードサーチでは代表的なものだけを最初に表示するようになりました。その上でこのサブメニューボタンを押すと、その派生ノードをオプションとして表示します。あるいはこのトグルをオンにしておくことで、最初からすべての派生ノードを表示することもできます。これに関連した小さな変更として、インヘリットという用語の廃止があります。以前のバージョンの VFX グラフでは、親のシステムからアトリビュートを引き継ぐことをインヘリットと呼んでいました。これが Unity 6 からは、From Source というモディファイアによって置き換えられています。例えば以前のバージョンでは、インヘリットポジションなどとしていたものは、セットポジションフロムソースになります。インヘリットで検索しても何も表示されないので気をつけてください。この他にも Unity 6 の VFX グラフには様々な改良、変更点があります。これらの点についてはマニュアルの What's New セクションにおいて詳しく紹介されています。概要欄からリンクしておきますので、興味のある方はぜひ中身を覗いてみてください。今回はこんな感じで VFX グラフの新機能について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。今回は詳しく触れませんでしたが、 URP 向けの機能が強化されているのも嬉しいポイントかもしれませんね。 6-way smoke など HDRP でしか使えなかったいくつかの機能が URP 対応しています。 URP と VFX グラフと WebGPU の組み合わせというのは、今までになかった Unity の使い方を見せてくれるような気がしますね。ぜひこの新しい可能性に触れてもらえればと思います。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。